ルドカップを終えて、帰国されました、西村主審、レフリーって本当に難しいですね。それでは理事会の報告会の、に先立ちまして、先日ブラジル戦の後に空港で一部 のクロアチアのサポーターからというおっしゃれる範囲で様子と教えていただいてもよろしいですか。実際空港で、ボランティアの方が、降りてきた時にプラカードを持っていただいてて、そこに西村相良なぎという名前が書いてありましたのでいとも簡単に認識をされてしまいまして、例えば暴力的に危機を感じたかということではないんですが、まあ、やはり快く思ってないサポーターの方もいらっしゃいますので、そういうところでちょっと、これはなんとか、安全に切り抜けなきゃいけないなっていうことはありましたね。まあ、その時にそこから警備員の方がバッと周りを守っていただいたので、揉めるにしても最小限に済んで、車に乗せたっていうようなところが実際の起きたことです。はい。いろんな本当に立場の考え方もありますので、そういったところはもともと覚悟をしてこのレフリーということに臨んでいます。別に今回のことに限らず様々なやっぱり、ご意見ありますので、そういったところもちろん、皆様からいい判断だったっていう声も実は届いています。本当にそれに関しては心より感謝申し上げたいと思っています。それからいや違うんじゃないかっていうそういったご意見もやはり私の耳にも届いてますし、それも、ちゃんと、理解して受け止めています。まあ、ただ自分自身が本当に場所から見えたものに正直に対応するということは私の中では一番大事にしていることなので、今回はそれを一番大事にして対応したというところですね。本当に厳しいご意見もそれからあと本当に助けていただけるようなこの意見すごく私と同じなんだなというご意見をいただいたメディアの皆様の文章も本当に多く見ました。本当にありがとうございます。レフリーって本当に難しいですね。どれが答えかっていうのは本当それを委ねられたのは私なので、今回の開幕戦で行けば私でしたので、私はその自分の素直な形を一番大事にしてやらせていただきました。